ウェア、ウェア、なんだっけな。ウェアブルカメラ？ウェアブル、ウェアラブルカメラか。ウェアラブル、ウェアラブル、ウェアラブルカメラだったの。ウェアラブルカメラ。要は体につけてとかっていうことですね。で、なんだろうな、すごい、いろんな方ね、もちろん YouTuber の方たちとかは、このやっぱカメラのね、さっき言ったみたいに、こう、いいカメラ、いい映像を撮るカメラ、もちろん、そのある中の、どうしてもこの、押さえとかなきゃいけないカメラだと思うんですよ。このアクションカメラって、ウェアラブルカメラって。この辺をね、うまく説明するのが、ジェット大輔さんだったり、瀬戸康史さんも前、取り上げてたかな。まあ、基本的に YouTuber の方もソニーのあのカメラだったり、ね、さっき言った GoPro だったりってのはもう基本的に押さえてます。で、それの説明もね、うまくやってる、うまくさすが、お上手にご説明してもらって、私も参考にさせてもらったんですけどね、ジェット大輔さんの動画が面白いかもしれない。若干ね、それをヒントに、バイクも、皆さん、どうしてもこう、メーター撮りとかって、なんか単純な映像しか出てこないから、じゃない映像を撮りたいなと思って、考えてます。で、かといってね、ツーリング行くかって言ったら、ツーリングもね、もう、最近行ってないです。全然行くあれでもないし、行くようなバイクでもないですけど、そういうのよりもそれもバイクもその道具にできるかなとかって思っていたりします。まあもちろんね、その普段撮れないような映像もね、あ、こういう風な撮り方もできるんだよって、それが何か映像の作品につながるものかって言ったらそうではないんですけど、そういう撮り方もできるんだなっていうことで、ご参考にしていただければ幸いです。はい、と言って話してる間にね、着々とです。で、今またですよ、今最後開けてたね、でっかい段ボール、これ純正のこのマウントが来ただけ。単純に純正のマウントと、これカメラのレンズね、レンズカバーね、が来ただけ。あ、これよくできてるな。3個もついてるんだ。3個つけてるから、そういうことね、移し替えできるんですね。これはよくできてる。もう最初両面テープが3枚入って、まあちょっとこの辺はね、後々外していきましょう。はい、はい、ではね、今、Amazon の箱から着々と出してまいりましたけども、まずね、まあ、開封動画なんで、ざっくりいきますね。まず本体。はい、こちら本体です。ちょっとね、ちょっとあれか？テレビの映像が映っちゃうかな。こんな感じ。こういうものです。で、冒頭にも話したように、もうこれね、この見た目がまあ G-SHOCK みたいでしょ？なのでこのカメラ、実はもうこのカメラの状態で防水です。なので、5メートル水深の、あ、5メートルの深さか、いいんだよね、深さで30分まででしたら、もうこのカメラこのまんま撮影ができる。だからまあちょっとした水面とかね、棒ビューとくっつけて水の中ぶち込んで水の中の映像を撮ったりとかさ、そういうことはもうこのまんまできちゃうっていうところは、アクションカムなんじゃないかなと思うんですよね。もちろんケーシング入れてりゃそれは済むんですけど、それがしなくて済む。でもこの形っていうことで、今回ね、このね、値段もそうなんさておきなんですけどね、この JVC さんのを選びました。意外にありそうでない。まあ外国のね、その筋で強いあれなのかわかんないけど、そういうのは、結構出てますけどね。はい、という感じでこちら本体です。まず本体ね。で、本体買った。で、次がですね、前回のというか、今まで買ってる NEX5R だったり、この今撮っている HF20 とかも、ここのバッテリーだったんですけど、なんかちょっとふざけた名前ですよね。このわさびパワーさんっていうね、わさびパワーっていうところの、アマゾンだとね、もうバッテリー予備の充電バッテリー欲しいなと思って検索すると、必ずこれが出てくるぐらい、多分
すごい種類があります。で、これの、ここの基本はもうこの充電パックが2個必ずついてて、2個ついて充電器、チャージャーもついてくる。で、ものすごい安い。ものすごい安いんだけど、意外に品質がいいんですよね。あのね、今もうこのまさに撮ってる HF20 のあのバッテリーとかもすごい安くて、すごいあの買ったり、あと、あの NEX5R のね、あれも今こうやってあの私の動画最近バーッと頑張って出させていただいてるんですけど、その撮ってる時のもこれ、このわさびパワーサロンで充電したやつで、こういうあの海外向けのね、コンセントのね変換とか、あとあんま使わないかもしれないけどね、車のあのシガライターのあのケーブルもついてます。まあそれ使ったことないけどね、そういうのもついててかなり安いっていう、予備バッテリーを、まず一つで、先ほど最後にね見えたこちら、ちょっと透明だから映んないかな、透明だから映りづらいけど、あのレンズ、あのさすがにねボディには入れないけど、先ほど言ったみたいに生では使えるんだけど、レンズがむき出しな怖いよね。レンズガーっていったらさ、もうどうにも戻りないからね。そのためにそれを保護するための、レンズカバーが2個入って1つ、GLLP001 っていうのを買ってます。はい、これはもう純正品のものです。で、もう一つ純正品なんだけど、これね、あの Amazon の方でも評価良かったんですけど、純正品